今日はありがとう。これがラッドウィーケンドだったんだ。なんて言えばいいんだろう。私のドキドキの音がかき消えちゃうくらい。うん、世界中をドキドキさせられちゃうくらいすごいイベントだった。ああいうのを熱狂っていうのかな。悔しいな。頭の中に残ってる思い出よりずっとドキドキさせてくれるなんてさ。だな。頭の中で美化してるんじゃねえかって思った時もあったが、あれは現実だったんだな。アキトたちが言っていたことがようやく分かった。映像で見てなおこの迫力か。すごい。ラッドウィーケンドってこんなにすごいイベントだったんだ。うん、そうか、これがラッドウィーケンドなんだ。小羽たちはこれを。どうだ、ジョーちゃん、ラッドウィーケンドはこれを超えられると思うか。これを超えられるかはわからないです。思ってたよりずっとすごくて、本当にあったことなのかも信じられないくらいで、すごく怖いくらいで。でも前よりドキドキが大きくなってるんです。前よりもっとラッドウィーケンドを超えたいっていう気持ちが大きくなってるんです。だから絶対超えます。そうか。さすが小羽、私の相棒。私の感じたドキドキ、小羽も感じてくれたんだね。うん。きっと、あそこまでたどり着くには、相当の壁を越える必要があるだろう。だが、どんな壁であろうと越えよう。おう、あの熱狂を越えるぞ。青柳くん、東雲くん、うん。私たちは超えるんだ。ラッドウィーケンドを。ただいま。ただいま、レイコ。おかえりなさい、つどみども。ずいぶん長く見ていたのね。それでどうだったの？ラッドウィーケンドの会場は。いいところだったよ。大事にされてきた場所なんだなって思った。でもね、でもね、今日はそれだけじゃなくて、ラッドウィーケンドを見たんだよ。え？それどういうこと？映像が見つかってさ、それをこっそり見せてもらったの。え？すごいじゃない。え、それでどうだったの？どう、なんて言えばいいんだろうな。とにかくすっごくてさ、全員真剣勝負だったっていうか、これが人生最後のライブなんだってくらい本気の感じ出してたっていうか。うまく言えないな。ふふ少しは伝わるわよ。みんなが言うように言葉じゃ伝えられないくらいすごいイベントだったのね。
うん。ミク？確かに、すごいイベントだった。でも、ただすごいだけのイベントじゃないのかもしれない。どういうこと？なんとなく、そう思っただけ。きっと、ラッドウィーケンドにも、たくさんの思いがある。あれを超えるにはきっと、その思いすら超える必要がある。そんな気がする。一体あれには、どんな思いがあったんだろう。イメージ。景色をイメージしてみる。実際に見たライブハウスの広さ。映像で見たいっぱいのお客さん。それから。あのイメージで。タイガさんとの練習の成果を見てほしいということだったが、正直驚いた。これほど変わるものなんだな。あの映像を見た時のイメージが脳裏をよぎった。本当？やっぱり会場の景色と映像で見たことをイメージしながら歌ったからかな。景色？景色とはどういうことだ？タイガさんとの練習で。そっか、そんな練習してたんだ。ほんと、負けてられないな。あ、そうだな。じゃ、やるとするか。うん、こうはね。どうしたの、あんちゃん。私たちにも、おじさんとの練習のこと教えてもらおうと思って。いい？タイガさんと練習してて分かったんだけどね。